レール積載状態の地機5200系国鉄地機5200系貨車は、日本国有鉄道が1979年度から1981年度にかけて古希1万系コンテナ車の改造により製作したレール輸送専用貨車である。古希1万系コンテナ車は、枕羽根に空気羽根を採用した台車を装備して、最高速度時速 100km で走行できる、 貨車として登場した。しかし、ブレーキ装置などへの圧縮空気供給の関係で、牽引する機関車が限定される上、国鉄コンテナの標準規格が12フィート型に移行した後はこれを4個しか積むことができず、積載効率が悪いこともあり、最高速度時速 95km で、機関車を選ばず、12フィート型コンテナを5個、積載できる、国 5, 5万系コンテナ車が登場した後は、 次第に運用が減少し余剰化していた。さらに、古希5万型に、車掌室を装備した古希風5万系の運用が増えるに、連れ、金属製、コイルバネの TR223 型台車を履いた、同車の車掌乗務時の乗り心地の悪さが指摘され、労働葬儀の対象にもなった。当初は、バネの柔らかい台車に振り替えたが効果は少なく、結局余剰となった。 古希1万系の TR203 型台車に振り返ることになった。これらの改造により古希1万系の車体と古希腐5万系の台車が余剰となったため処遇が問題となっていた。当時まだ経年が浅かったこともあり、これらを有効活用して停車クレール輸送用の長物車を製作することになった。そうして生まれたのが本形式である。 総数188両が改造された。2両1組で25メートル低弱レール輸送に使用するため、古機一万型から流用された車体は切り詰めて使用された。大枠上には床鉄板が貼られ、レール用金定装置が取り付けられた。デッキにあった手すりと手ブレーキは撤去され、両側ブレーキに変更された。ブレーキ手すりは伸縮式のものを新たに設けた。 台車は古希付5万型から流用された TR223 型である。この台車は後に台車枠に亀裂の入る不具合が続出したため、貨物保有者は後に強化型の台車枠を装備した TR223 回形に振り替えられている。ブレーキ制御装置は古希1万系のものを電磁弁を取り外して流用したが、金属バネ台車に 車体ブレーキシリンダ装備となったため、大荷重機構は古紀五万型と同等のものを付加している。最高速度は時速 75km である。1987年の国鉄分割民営化により、本形式は四国旅客鉄道を除く JR 各社に引き継がれた。軽承量数は北海道旅客鉄道に30両、東日本旅客鉄道に48両。 東海旅客鉄道に18両、西日本旅客鉄道に48両、九州旅客鉄道に10両、日本貨物鉄道に2両の合計156両である。旅客鉄道会社では事業用としてレール輸送用に使用している。2021年4月1日時点で JR 東日本に32両、JR 西日本に38両在籍している。 JR 北海道には2020年4月1日時点で岩見沢運転所に20両が在籍していたが2021年3月31日付でこの20両が全て廃車となり配置がなくなった。同日岩見沢運転所は地域6000経過車の6両も廃車となっておりこれによって岩見沢運転所は車両の配置がなくなった。 JR 東日本には2020年4月1日時点で40両が在籍していたが2020年度に8両が廃車となった。JR 九州所属車は2011年3月31日付で車席を残したまま日鉄運輸に譲渡されていた。2020年4月1日時点で2両が在籍していたが2021年3月にこの2両が廃車となり 配置がなくなった。日本貨物鉄道では営業用として、レール輸送用に使用している。2010年4月1日時点では2両が在籍している。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー496、増艦鉄道車両年間1988年版、P69ABCD、鉄道ファン2021年7月号、JR 車両のデータバンク、公有車。 鉄道ファン2020年7月号、JR 車両のデータバンク P4。鉄道ファン2020年7月号、JR 車両のデータバンク P16。鉄道ファン2011年7月号、JR 車両のデータバンク。鉄道ファン2020年7月号、JR 車両のデータバンク P31。電気車研究会、鉄道ピクトリアルナン、no. バー840。 増刊鉄道車両年間 P107 ありがとうございます。